どうも、ジェリーです。どうぞよろしくお願いします。終わった、マジで。マジで終わった、これ。もう何なんだよ、JRA、マジで。お前、馬券で俺から、お前、馬券で、むしり取った金で、俺が買おうとしてた、バカ928、奪うとか。おぉ。どういうことやねんって、これ、マジで。影響いた。セッター、俺、めっちゃ。めっちゃ競った、俺、頑張っ、飯田先生頑張ったっていう、これ。おー。ほとんど、もうその、いわゆる、いただきますって言われずに終わった、マジで。おー。何が？いや、だから、そう、100万の候補馬もいたけども、そこは、あれだよ、だから、おー。なんだっけ。その、飯田先生に見てもらって、ちょっと、まあ、体がちょっとまだ難しいですねっていう話。おー、もう1000万、1000万。ダラダラさんで1000万って、マジで。おー、馬が乗るけりゃ、馬主は乗るくありません。ただ金がないっていう、これ。おー、ちょっと、虫取りのやつで返す。いや、だから、妥協はしたくないじゃん。おー、妥協、もうそう、飯田先生とも言ってた。妥協はしたくないっすよねっていう。おー、だそこは、あるよねみたいな。そうそう、おう。そう、いや、君いいこと言うわ。明日がある、さすがあるっていう、これ。おう。もうな、飯田先生を、手ぶらで返すわけにいかないだろっていう、これ、マジで。おう、午後からずっと見てた時間を返してください。いや、すま、もうね、それもう完全にもうすまんとしか言いようがないんだけど、おう、いや、競ってた。もう、必死で競ってた。おう、ほぼ初値なんだけど、そうそうそう、おう、もうちょっと競ることができなかったって、マジで。おう、また飯田先生、いや、飯田先生で恥をかかせる結果には今日はなったけれども、甘んじて。おう、もうな、最終的にもう、決闘もどうでもいいから、もうバターいいやつ買いましょうみたいな感じになっちゃって、その入札しようとしたキャプテントゥーレスですら、おう、長男先生に持ってかれてしまったっていう。おう、どういうことみたいな、これマジで。そうそう、おう、JRA も1000万は、まあ1000万、もう JRA は、お金に糸目をつけないんで、おう、落とせるまで競るみたいな。そうそう、おう、いくらまで競ったのか言えよ、どうせさん、バカ野郎、300、なんでそれ知ってんのみたいな。おう、ただ、ビグラスは400までいった。おう、てか400は取り上げてもらえなかったけどね。もうスタートが600だったから。そうそうそう、おう、偽みーちゃんは台付け600の時点で無理です。まあ、だから、600の台付けだったら、300くらいでスタートするから。うん。だから、飯田先生に、すいません、まず350から行っていいですかって言ったら、最初の一声で600だった。おう、もう、恥をかかせてしまいました、みたいな。そうそう、おう。何番か、ちょっと後で見ていこうか。おう、ちょっとそれ見ていこうってことで、そうそう、おう、瞬殺だよ、瞬殺。マジで。おう、鉄拳か、みたいな、これ。そうそう、おう。ブラックタイトね、まあ、それも好評だった。おう。でもやっぱな、ちょっと、決闘とか、やっぱ、馬体とか、納得いくものを買いたいよねっていう、おう、928でも盛り上がった？マジで？うん。盛り上がったっていうか、俺めっちゃ盛り下がったけどね、マジで。おう、打球、なんか漢字読めない、これ。妥協はしたくないっていうね、これ。お、漢字違いませんかっていう、そうそう。みーちゃんもどきはハゲのが、なんでハゲのって、これ。お、いや、じゃ候補に入れる、だからいいじゃん、そのなんか、入札するぐらいは自由じゃん、みたいな、これ。そうそうそう。妥協しなくて競り負けたんでしょう。その通りだよ、だから、うん。競り負けたというか、もう競りにもなってないみたいな、これ。お、参加できてないっていう状態？そうそうそう。松野が落札しないから、肉玉が大荒れだったわ、ハゲ刺し。どういうことなんですかね？いや、全然落札するつもりは荒れまくりングなんだけど、マジで。おー、いや、諦めない。飯田先生をサマーセールから手ぶらで返すわけにいかないだろうっていう、マジで。そうそうそう。妥協しないなら50、だ、50万のかだ、50万の買って走るんですかっていう、だからそこを、おー、バイト変わってもらってずっと見てたのにか、がっかりだ。ごめんって、マジで。ごめん。もうな、ちょっとラストチャンス、もう一回チャンスくれないかっていう、おー、ほぼ初ね、競ってないです。死亡みたいな、これ。そうそう、おー、そうそう、ニコ生の立ち見があったの？うん。立ち見、なんだ、立ち見ってよくわかんないけど、まあ、なんか、その別枠みたいな感じ？おう、そうそうそうね、長男先生ね。そうそうそう。そう、エンパイアの280、それはもうちょっと飯田先生が、ちょっとやめときましょうかと。
おういう感じで、そこはおパスした。まあちょっと後にまだ控えてるってのもあったんだけどね。韓国人買ってたよね。そうそうそう。阪神買ったから来た。おいしいってことこれ。おう、阪神ちょっとあんまこの配信関係ないかみたいな。そうそうそう。スタートが600なんだもん、これ。928とか、マジで。おう、どうすんねんみたいな。そうそう。ジェニンが火曜日と、月曜日と火曜日にピックアップしたままの動画をせこせこ作ってアップしたけど、見る価値あります、それ。おう、ちょっとそれね、確認したちょいちょいさんですかっていうね、これ、ありがとうございますって、これ。そうそうそう。もう、いや、馬作れ、その人造人間とかじゃないから、これ。アンドロイドじゃないからっていう、これ。そうそう。5万ずつ上げてるのを待つのかと思って。だから、俺、そのね、もう完全に絞っていった。うん。だ、俺が言ったのは、もう、全部800万オーバーとかばっかり。だ、見る目はあるんだよな、そういう意味では。見る目あるから、マジで。逆に JRA の目にかかる馬を狙ってた松田は、そうそう、そこそこ、マジで。いや、そんなことあるある、みたいな。そうそうそう。この流れは、いや、だから、もうな、ちょっと、言っていい、マジで。これちょっと言っていい、これ。あ、これちょっと話をね、ちょっとみんなにちょっと伝えたいんだけど、マジで。飯田先生からのメッセージを伝えたいんだけど、マジで。で、時間泥棒とか言わないでって、これ。まだ終わってないから、まだ4日目あるからっていう。俺も5万のやつ。5万じゃないから、あと1万のやつでもないっていう、これ。そうそう。貧乏ハゲは買えるって。だから、JRA ね、何なんだみたいな、これ。馬主が買おうとしてるの、ちょっと横取りしてくなよ、みたいな、これ。そうそう。飯田先生ってハゲ以外のクライアントいないの、わかんない。うん。あ、それはいるかもしれない。そうそうそう、まあちょっと、極貧クライアントすいませんでしたみたいな、そうそう、親戚の牧場から、いや、親戚の、しん、何これ、親戚だっけ、これ、牧場から、だから、走る馬だったらいいですよ、走る馬安く売ってくれるんだったら、もう、それ速攻でいただきますよって、これ、いただきマンモスですよっていう、そうそう、5万単位が現れたら、ま、だ、5万、なんか、さっきもこれ、これなんかあれ、ちょっと待って、これさっき読んだ、これ。5万単位はちょっと違いますっていうね、そうそう、俺もずっと見てた、ごめんねってことでね、そうそう、落札者の、に、松の名前なくて、だから、もう明日、マジガチで言っていいか、マジで。おう、ちょ、明日ガチでちょっと行かしてもらっていい、本当に。おう、今日ニコ生のコメントで松の連発して宣伝しといたら、しんちゃん年収無者、ほんとやめて、それ、マジで。おう、そんな個人情報をどんどん晒すのやめてよね、みたいな、これ。そうそう、おう、買えない馬主、M のスイッチさん、こんばん。もうなんか、不正人にもなってません、みたいな、これ。そうそう、おう、サウスの牝馬210。あのね、物によるんだよ、だからね、サウスでも、やっぱり。おう、でもまあ、サウスだったなっていうのもあったんだけど、これちょっと行きましょうかって言ったのも480万だった、今日。おう、だそこはちょっとな、もう後で苦しむかなっていうのもあったから、まあ、とりあえずもう、スルーしたけど、そうそう、スクリーンヒーローだったら300万。だからね、スクリーンヒーローも馬格がないんだよね。おう、やっぱこその、体がね、やっぱちっちゃいまあもう本当辛いんで、そこは。おう、だそこは、なんとか、バカカルマ買いたいなっていう、そうそう、松野って原作、そんな人はいません。さあ、まあ、どういうことやねんみたいな、これ。いや、あるから、マジで。そこなんか、ちゃんと飯田先生に取ってもらってるから、そうそう、925で311、311万で入札したのあなた、違うわ、だから。だから1万、それは韓国の人、香港の人かな、そうそう、明日、いや、買う意思は今日もあるんだよ、だから。まあ、ちょっと飯田先生の、いや、ちょっと、短文なんで別に BGM とかないんだけど、ちょっとこれ伝えていい、マジで。一頭ずつなぜ買えなかった、または買わなかったか反省。だから、一頭ずつなぜ買えなかったか、または買わなかった。いや、買おうとした。買おうとした。あ、てか過去のこと？過去のことはもう本当にそれは反省してるよ。だからそれは勉強代だったな、みたいな、これ。慌てて、漢字読めない、これ。何これ、掴む？ダバ、なんでやねんみたいな、これ。先に言うな、みたいな、これ。そうそう。明日。なんで牛を飼わなあかんの、馬だから、馬、サラブレッドだから、これ。そうそう。こうなったら、なんで君たちはその食用なんか限定みたいな、これ。やめてもらえませんかみたいな、これ。ニコ生ザワザワしてたね、最後は松の死ねって言う人もいた。どういうことやん、これ。もうそのなんか立ち見っての何みたいな、これ。ほんとやめてみたいな。そうそう。松のって誰、もれ、まあ、そこは明日、ね、これちょっと本当に、まあ、出ちゃうみたいな。明日そのまま本当に、この人ですみたいな、マジで。頼むぞ、本当に、マジで。なので、ちょっと飯田先生の言葉を伝えます、皆さん。よく聞いてください。もうとにかく、明日何としてでも、まあ、落札をしたいですね、と。つきましては、できるだけ候補の馬を挙げていただきたいので、まあ、お友達にも相談してください、みたいな。お友達のみんな、これ。ちょっと、出番だから、これ、みんな。おう、ちょっと、候補馬を飯田先生のためにもちょっと上げていこうっていう。マジで。ちょっとこれだから、ちょっとそこを、
頑張ってみようみたいな、そう、フレンチリプティも200万ちょっと、まあ、それもちょっとね、やっぱ体がみたいな、そうそう、気になって仕事中こそっと結果見て、ごめんね、みたいなね、ちょっと落札できませんでした。で、整理はしたんだけどね、そうそう、JLA もあんなだと専用買ってどうぞ。まあね、多分、まあ、その辺は多分、何、ブリーズアップ、出るんじゃないかなっていう、そうそうそう、馬を買わない馬主とか、ただの主、そうだね、まあ、主と言って呼んでるだけありがたいみたいな、そうそう、俺もこっそり見て、マジで、もうね、明日決めよう、マジで。おう、明日決めようっていう、これ。そうそう、おう。で、第一欲しい馬に対して資金がなさい。だから、そんな、だってね、ソロだでまあ400、500出してもどうすんねんみたいな、それ。じゃあ、おう、1000万の論外だよ。てか、1000万って金があるわけないだろうっていう、これ。おう、競馬チェンジャー行かなかったバズだみたいな。おう、明日本当、ちょっと頼むぞ、みんな、これはちょっと、もう飯田先生が、ちょっとお友達に相談してくださいってことを言ってたんで、おう、もうぜひちょっとこれ、もうちょっと飯田先生に今をまずは候補として届けよう。マジで。おう、返そうになったのは、ちょっと待って、それ見ていこうか、じゃあ。デスクトップってことで。おう、じゃあちょっとね、どうも、ジェリンです。ちょっと、馬買えませんでした。どうも、すいません、ジェリンです。どうぞよろしくお願いしますってことでね、これ。おう、行こうか、ちょっと今日、まあ、どこ行ったかみたいなね、これ。おう、3日目トンってことでね、そうそうそう。馬を、諦めて、チンパン。なんでチンパン買わなきゃいけないな。チンパン走らんかな、みたいな、これ。おう、いや、庭先は、難しい。おう、てか、余り物から探すのは難しい。で、余ってない庭先は、まず俺のところに来ないっていうね、そうそう、顔出してますよ、みたいな、そうそうそう、ニコ玉松野で盛り上げたら、そこ盛り上げなくていいからね、馬を盛り上げて、みたいな、そうそう、顔出してあげさせてね、どうもすいません、みたいなね、ごめんね、ごめんね、ってことで、これ、そうそうそう、もうセイントアレックスも高かったよね、ぶっちゃけ。おう、セイントアレックスすら高かったっていう。おう、マジで、そうそう、こうして束を買う。いや、だから、そこを踏み外さないように、これちゃんと君たちにお願いするよってことでね。そうそうそう。で、今日行ったのは、プリサイス？おう、あれ、なんか、あれ、ちょ、消えた！消え、あ、もっと、何これ、ちょっと。おう、なんかめっちゃ消えた、これ。おう、プリサイスね。プリサイス。おう、プリサイスの、あれ、なんだこれ、ちょっと。なんなんだこれ、ちょっと待って。プリサイス。そうそうそう、プリサイスの、どれだっけな。854。ラガーイガレンス。こちらの値段、なんと、842万。買えるかみたいな、これ。買えるかみたいな、これ。初値のね、350万だけ競った、これ。そうそうそう。とりあえず馬買おう。馬か、とりあえず買おうとした馬と金額を全部、今上げられる。まあ、全部って言うとちょっと上がんないけど、まずこれね。まあ、昨日言ってたやつだよ。それから、あとは、なんだっけな。あとね、そう、え、あの、エン、エンパイアメーカー。なんなんだこれ、ちょっと。変わるんだけど、これ。エンパイアメーカー。ちょっと待ってよ、エンパイアメーカーの、この辺かな。ちょっと待ってよ。この辺かな。どれだっけな。違うな。909？ 違うな。ちょっと待ってよ。今探してる。あ、698だ。698。おう。あ、違うな。698はこれ200万のやつだな。これ違う違う。おう。エンパイアメーカー。これかな。749。これだ。756万。おう。これも競った。おう。これ。749。おう。で、あとは928。この3頭競った。おう。もうほんと全部、もうちょっと予算オーバーってことで。おう。ごめんね、みたいな。そうそうそう。おう。もう最後に至っては、これ。おう。928。おう、落札者、日本中央競馬会、JRA かよみたいな、これ。おう、1000万かよみたいな、これ。おう、そうそうそう、もう、ほんとね、もう棒、箸にも棒にもとはまさにこのことみたいな、そうそうそう。とりあえずか、こうなったら、すすきので女買おう。だから、ね、すすきのの女は走りませんから、ただ、ベッドの上ではね、蝶のように舞うけどね、みたいな、そうそうそう、そういう話じゃないみたいな、そうそうそう。友達が来てますかね。友達来てるみたいな、これ。皆さん、友達来てるみたいな、これ。そうそう。ごめん、俺、投稿軍だ。ちょっと待ってよ、これ、ちょっと。飯田先生がね、お友達にも相談して、これ、今ちょっと上げてま、なんなんで、これ、友達とか、これ。ね、フレンドってことや、これ。そうそうそう。俺、投稿、なんで投稿、なんで、君たちは本当、裏切り者か、これ、マジで。もう、ピンチなんで今、これ。わかるだろって、これ。もう最大のピンチだから、このね、今、こっから、ちょっと、ここば、上げていこうぜっていう。で、俺、とりあえず、ちょっと、口コミがあった、ファスリエフ。で、いい馬を2つ、とりあえず上げ、と、エンパイアメーカーまで何個上げたけど、ちょっとそれ忘れてしまった。あと、メモってあるから、それはいいんだけど、ファスリエフの、これかな？ 1084。俺的にはね、一応、エンパイアメーカーもあったけど、それはちょっとまた思い出すわ。と、あともう一個な、もう一個、もう一個、何なんだ、だからこれは。
ファストリーフの、これかな？そう、コパロンチャーのこれだ、これは。うん。エンパイ、これはファストリーフね。お、両方とも速尺が出てないから、大きさはちょっと不明なんだけど、この2頭、とりあえず、候補として飯田先生に渡そうと思ってる。そうそうそう。唯一のお友達、お父さん、いなくなった。ねえ、ちょっと今、元気にしてるかしらみたいな。そうそうそう。友達とか、なんなん、だから、そう言ったと情報を集めてこいや、みたいな、これ、マジで。おう、1074って、1074？ うん。行ってみようか。1074。なんでこっちに行くんだよ、だから、これ。なんかもうね、よくわかんない。操作が1074ね。おう、そうそうそうね。いいね、お友達ってことで。おう、アグネスでしたらね、これ俺見た気がするな。おう、ただデジタルは、あ、これ違った。俺、ちょっと想像したのと違ったわ。おう、これか。これちょっとじゃあ、上げときますってことで、もう無条件でどんどん上げていこうっていうね。じゃあ、てか、ちゃんと走りは頼むぞ、これ、本当に。おう、ちょっと根拠とか、その辺ちょっとコメントもよろしくってことで、これ。そうそうそう。おう、1074。まあ、俺のやつちょっとね、上に置いとくわ。そうそうそう。おう、慌てて選んでも、ダバーしか選んで。いや、だから、慌ててはなりません。こういうね、のは、緊急時こそ冷静に。これ、避難訓練の鉄則ね。そうそうそう。おう、父さん来てるかな、どうかなっていうね。そうそうそう。おう、JRA にこの馬がいいですよってメールしたら、とも、本当やめて、マジで、これ。そういうなんか妨害行為いらないから、みたいな、マジで。そうそう。現地には行けないよね、これ、北海道だから、うん、なかなか行けませんっていう、ただ、もう来月、一応、このなんか現地に見に行こうという準備をしてるっていうね、まだ買ってないけど、お、だからそれこそ行かなきゃいけないみたいな、これ、そうそうそう、お、そういうお父さんいなくなっちゃったね、残念ってことでね、そうそうそう、1098？ お、ちょっと、1098、こっちじゃないって、だからこれ、お、サウスでミスプロ、ん？サウスでミスプロの妹、どういうことそれ？お、1098、お、これか。あ、プロミスの弟ね。あ、プロミスの弟ね、これ。うん、そうそうそう、北山パラです。これね、見てた。うん。まあ、ただね、この血統になんかこだわってると思われてちゃうとちょっと辛いな、みたいな。あと、ちょっと写真が出てないんでね、わかりづらいみたいな。おー。まあ、でも一応入れとくか。ね、ちょっと思い入れもあるし。うん。プロミスお帰りみたいな感じになっちゃうね、これね。そうそうそう。おー。他は？おー。これをいい、全然いいやつが今日上がってる。うん、そうそうそう。うん、高い買い物だし、焦って買うより、いや、待ってたらどんどんいいのがどんどん売れてしまうんだよね、これ。おう、だからそこは、焦りつつ、ね、なんだ、急ぎつつ焦らないみたいな、おう、そういうの大事みたいな、そうそうそう、アベノミクスか、これは、どういうことみたいな、どういうことみたいな、これね、そうそうそう、698終わってる、終わってる、もう、698だから終わってる、韓国の人買ってったっていう、そうそうそう、350まで、まあ、気持ち的にはそうだね、350もうちょっと勘弁みたいなのあるけども、キャンセルドっていうね、これ。そうそうそう。350万なら黒船買い、300、まあ黒船だったら何でもいいってわけじゃないからね、やっぱり。うん。そこは、やっぱちゃんと、まず第一にやっぱ馬格が欲しい。だから、飯田先生にちゃんとね、馬体があるかどうかをその中からチェックしてもらうっていう感じになるからね。そうそうそう。てめえの資金考えてもらえれば。だから、ファスリーフはね、だからね、安いっていうふうに俺情報もらったんだけど、全然安くないんだけどね、ちなみにこれ。おお、そうそうそう。だから、この辺は、いいと思う。で、あとエンパイアメーカーの2頭ぐらい。おお、ちょっと何番か忘れちゃったけど、そうそうそう。いつも通り売れ残りの2500万で買って資産で、誰得みたいな、それ。お、誰得みたいなね、それ。そうそう。あ、112、112、1102、1102。うん。これは？アドマイヤマックスか。アドマイヤマックスってどうなん？これ。おお、ちょっと俺もそれもね、調べさせてもらうけどっていう。おお、そうそうそう。あ、いいね。いいね。もう、あえて速尺はちょっと見ないよ、これ。おお、こういう感じ、こういう感じ。おお、まあ、これ、好みがあると思うけど、なんていうの？この気候よ、これよりも、ともかはこれね、高いというか、おお、成長の余地ありみたいな。そうそうそう。おお、これだよ、これ。そうそうそう。おお、いいんじゃない？これ。ちょっとね、ん？ 1102ね。よし。もう、最終的にはもうね、血統はもうね、もう目をつむりますみたいな感じの選択にならざるを得ないからね。そうそうそう。1098、サウスビラス、プロミス。そうね、プロミスの妹ってことで。そうそう。エンパイア無理だから、993？ 993、993。あれ、993俺もマークしてるかもしんない。おう、馬格が結構あるんだよね、確かこれ。そうそうそう。バトルプランか。まあ、バトルプランとエンパイアメーカーは割と、なんか、謹慎なんだっけ？うん。ただ、ちょっとパトパの方が芝寄りってイメージもあるんだけどね。そうそうそう。おー、書いとくよ、書いとくよっていう。おー、ちなみにちょっと見てみよう。ないかな。写真がないんだな、これ。うん。ただ、AP インディってね、おー、あ、エンパイアメーカーの子供か。おー、まあ、いいね。ブライアンスタイムか。ちょっと写真を見てみたいよね、写真を。おー、ちょっと、みんな、適当やめてね、本当に。適当に言うと、それなんか、飯田先生引っかかっちゃったらもう本当に死んじゃうんで、それ。そうそう。高そうだけど、ファスリー6級。96級。あのね、ファスリーは、俺ちょっと持論あるんだけど、ファスリーはやっぱり、なんていうの？なんていうの？ニジンスキーが欲しいっていう。おー、ダンスインザダークで結構成功してるんだよね。おー。だやっぱファスリーは、
できればこう、ニジンスキーの血欲しいなっていうので、俺一応全体選んでいたけどね、これ。そうそうそう。おちょっと待ってよ。おファスリーということで。うん。これか。ちょっとパッと浮かばない。まあでもスペシャル入ってるね、スペシャル。おこれもまあ入ってるか、そのパスゲームだからな。そうそうそう。おで、ミスプロに、断軸コンネクションの断軸かな、これ。おお結構入ってそうだよね、これ、スペシャルが。おう、上の方にみたいな。そうそうそう。おう、でもちょっと、濃いな、血が。濃いなっていうね、これ。そうそう。書いとこうか。よし。969と。おう、いいと思う。まあ、あんまりもうね、血統こだわりすぎると、結局3日目の失敗になるから、そこはちょっと反省してる、マジで。そうそうそう。おう、あんだけサイズにこだわって。いや、もうな、それはもう現物見ようみたいな。だから、飯田先生言ったけど、写真と実物が全然違う場合もあるんだって。おう、なんか、天丼屋の、なんか、ショーケースに入ってる、なんか、何、食玩ってやつ。おう、なんか、見本みたいな。おう、波に違うのがあったっていう。そこでちょっと手間取りましたっていう。そうそうそう。おう、中山フェスタのさんが、中山フェスタ高かったよね。おう、芝じゃない、それ。ちょっともう本当、これもう芝も乾麺なんだけど、これ。おう、977。うん、中山フェスタね。おう、どこだ、中山フェスタめっちゃ高かったよね、これね。おう、あと、台付けの時点でもね、落選っていう可能性あるんで、そこごめんねっていうね。そうそうそう。おう、で、119。うん。119、これね。おう、写真ぐらい見ようか、写真ぐらい。おう、ああ、いいんじゃない、これ。おう、119。全部中山フェスタか。おう、中山フェスタ、めっちゃ高かったし、2000万いった馬いなかったっけ？ 1000 万超えてる馬みたいな。そうそうそう。おう、1162、1162。うん。これも中山フェスタか。おう、中山フェスタね、結構、高かったっていう、今日ね。おう、まあ、ちょっと芝っぽい感じがしないでもないけど、どうでしょうっていうね、これ。そうそうそう。おう、998、1981。うん、981、981、981、981、981。9819。これか。うん。ドン。ゲームホームか。長いね。長い。おう。ゲームホーム自体がかなりインブリードがっつり入ってるんで、ボケは結構シンプルな感じの完全アウトブリードみたいな方がいいと思う。おう。だから、ロージズイメイの逆だよな。おう。ロージズイメイの逆。俺、血統は相当学んだ。おう。ニアークティック？おう。ヘルトリースンか。うん。まあ、ちょっとよくわかんないけど、そうそうそう。おう。らしいよ。おらしい。そうそうそう。おまあ、これですってことで。うん。あ、書いてないか。981ね。うん。書いとこ、書いとこ。うん。981。うん。10。ちょっと、なぜかっていうコメントを一行添えていただけませんかっていうね、これ。おなんかもう、なんか、誕生日言ってみたとか、そういうのがなんか入ってきそうなんでね、これ最初に。ワイルドラッシュか。ワイルドラッシュ、ちょっとパワー不足のイメージがあるんだけどね、これ。おどうかしたみたいな、これ。そうそうそう。おー、1043と。うん、ありがとうございますってね。そうそうそう。それから、1088？ うん。1088。うん。はい、どん。おラブリーマーちゃんの、これラブミーちゃんですかみたいな、これ。おの2003、しかもビグラスみたいな。しかもビグラスみたいな、これ。お高そうだな。名前で高そうみたいな、これ。おあ、いいね、これ。おパッと見。おパッと見、これ。うん。ね。これもうビグラスのサンクっぽい。おどっしりしたタイプみたいな。おお、あ、血統どうなんだろう、これ。おお、ハイトーン。ああ、ウッドマンね。ウッドマン系ね。おお、なかなか渋いね、これね。渋い、渋い。おお、いいんじゃないかしらっていう。そうそうそう。まあ、ちょっとあとは実物、もう、実場、もう、速尺は見ない。もう、実場でもう、ちょっと、インター先生判断してもらうっていうね。そうそうそう。これなんだっけ？ 1088 か。ん？ 1088。なんか抜かしたらちょっと言っといて。うん。今来たけど、買えなかった。だから今日、明日に全力を捧げる。うん。マジで。うん。1081ね。うん。なんか、このまま行くと全部乗ってしまいそうなんで、それちょっと勘弁してみたいな、これ。そうそうそう。これは1081？ あ、エンパイアメーカーね。そんな気がした。うん。このなんかね、閑静な佇まいみたいな。うん。なんかずっと見てると、もうさすがにちょっと覚えるわ、みたいな、これ。お、配信終わった後も2時ぐらいまでずっと見てるからね、これ。お、真剣だから、そこは。そうそう。まあまあまあ、いいんじゃないでしょうかっていうね、これね。お、1081。うん。で、108の1101。うん。1101。1101。これね。お、足に身ね。死に身はね、結構足短いんだよね。対抗はないんだけど、胸前があるって。まあ、ビグラスをちょっと絞ませたタイプみたいな感じのイメージは、ちょっとキャシャだけどな、これは。うん、ちょっとキャシャだけどね、これね。ちょっとまあ、一応言っときましょうかってことで、うん、1101。できれば、対抗160近く？
でも、胸前180近くあるような馬の方が、好ましいですねっていうね、これ。そうそうそう。104さん、これ。じゃ、このコメントをね、ちなみに、なぜっていうところを言っていただけるとありがたいかな、みたいな。そうそうそう。ワイルドラッシュ。これ、さっき言わなかったっけ、これ。さっき言ったよね、これね。そうそうそう。はよたば引退してたらいい馬変えたのに、本当。いや、だから、今の馬も生かしつつで、お前引退させたらそのままね、出荷だろうっていう、これ。そうならないようにっていうことを、まあ、考えてるわけだよっていう、これ。そうそう。国産パラダイスの子はさすがに資金的にもいいか。いや、どうなんだろう。まあ、500はいくと思うけどね。マシさん大好き見てみるけど、まあ、言ってもちょっとまあ、よかれ悪かれね、プロミス死んでしまってるんで、その辺はどう来るかなっていう。多分500はでもあるか、まあ、やっぱ行くと思うけどね、大輔は。そうそう。セルシュトガートどんだけいるかみたいな。1127、シニスターさんは体はダートっぽいけど、1127ね。シニスタミニスタも、まあ、ビグラスと同じ感じで、そのなんか短足で、これ動画バンと言われるね。まあまあ、こんな感じ。もうこの短足ではないけどね、このまま。ちょっとこじんまりすぎてやしないかっていうね、これちょっと写真だとまあパッとわかんないけど、そこちょっと心配してますっていうね、これ。そうそうそう。1127と、1154、1154、どんなんかな、1154、1154、ハイトーン。これね、ブライアンズタイム。もうね、本当にこれはもう、なんだろう。もう、未だに現役みたいな、これ。そうそうそう。もう、ボケ何みたいなね、ボケ。ノーザンテイストなんか入っちゃうのみたいな、これ。入ってませんでした、みたいな。トニービン。まあ、ちょっとね、まあ、まあ、でもいけるか。まあ、藤木関だっていけるか。まあ、ちょっとトニービンがね、どう出るかっていうところはあるけども。そうそうそう。バンチー飛んじゃった分。ちょっとね、今日は時間の関係でね、ちょっと文業ちゃんはこれ我慢みたいな。そうそうそう。またいはいいね。どれに対してかちょっとすいません。ちょっとコメントがついていけないっていう。そうそう。1102、つなぎも。1102？つなぎも見てみようか。1102。はい、ドン。アドマイヤマックスか。なるほどね。つなぎ、あれ、つなぎとこだよね。まあまあ、もうこれ、寝すぎず、立ちすぎずみたいな。これさっき見なかったっけ？これ、1102って。見たよね、これね。そうそうそう。ここの、このね、成長の余地を残したこの馬体、これ多分、井田先生評価してくれると思う。ちょっと、顔がでかい、かなっていうのはちょっとね、気にはなるけども。首の後位置が若干、高いというかなんか、変というかね、これ。ボリューム、ちょっとこれ、縮尺見てみたいな、これ。1102。結構あるんじゃない？これ。どれだっけ？縮尺お題。これ、前日の夜に出しとけよなっていうね、これ。なんで当日の9時やねんみたいな、これ。そうそうそう。1102。ちょっと気になる、これ。あ、ほら、156の180。これいいね。これいい。要は気候が伸びてない分156だけど、絶対これ伸びるから。だから160超えてくるから。これいいね。あとは血統？アドマイヤマックスってどうよみたいな、これ。アドマイヤマックスってそもそもどうなんよみたいな。ちょっともうちょっと血統見ていい？これ。ちょっと君が押してくれたから、ちょっともう一回見てみよう。ティンパーか。ウッドマンか。これじゃあミス、あの、ニジンスキー入ってるよね、これね。ニジンスキー入ってる。ノーザンテイストか。なるほど。東証ボーイ。わからんな、これ。5代目クロスなし。まあ、クロスなければね、成長はしっかりしてくれよねっていうのが、あるけども、まあ、ちょっとあんま早くはね、スピード乗ってこないかもしれないけど、そうそう、そう。ダート1400メートル向きの血統と馬体がいいのかな。まあ、まあ、そうだね。園田なんで、まあ、基本はそこだよねっていう、そうそうそう。1109、久々ビグラス。1109ってなかったっけ、これ。ちょっと待ってよ。1109。これか。ハイトーン。どう？なるほどね。なお、た、ちょっとね、高そう。ビグラスにし、あ、でもね、ビグラスっぽいな、確かに。ちょっと足が短めで、胴がバーンみたいな。首ちょっと長いかなってなるけどね。そうそうそう。1109と。いいね、いいね、いいね。そうそうそう。1175。1175と。はい、ドン。これ何これ。あ、死に身にね。あ、いいね、これ。これでも馬格あるのかな？ちょっと写真によってみたいな感じもあるから、こういう感じ、こういう感じ。ちょっと足が短めで、胴がパーンみたいな。ビグラスと死に身には、こういう感じ、こういう感じ。1117。
構ね、そうそうそう、もう実は見てもらわないとね、速尺とか多分ね、これもう本当に飯田先生にちゃんと見てもらわないと、よくないみたいな、そうそうそう、千番に千万って冗談で、あかんか、冗談になってないからね、はい、はい、千万でみたいな言われちゃうからね、そうそうそう、で、千番は見た方がいいのか、それは、そうそう、買った。いや、だから、この状況を見て買ったと思いますかみたいな、買おうとしたけど、ちょっと値段が合わなかったっていう、そうそう、ブラックタイヤ高かったね、なんか、馬体の割にはっていう感じあるんだけど、そうそう、JRA 誰かさんのはずで、馬券で見ちゃう、落札してみた。本当やめてみたいな、マジで。ね、ほなんか、その権利のなんか、400分の1くれませんかみたいな、これ。そうそうそう。986のゴールドヘイロー3区。うん。見てみようか。986。ゴールドヘイローね。あー、これ見たかもしんない、俺。これ見たかもしんない。あー、どうだろう、ちょっと思い出せないけど。8ストップガンなので、ブライアン・サイムも入ってるし、ゴールドヘイローはシーキングザ・ゴールド入ってるから、ダートもいけると思う。いいね。その通りだと思う。シーキングザ・ゴールドは、もう、やっぱり、ブライアン・サイムがいいから、決闘的な裏付けあると。確かに確かにね。どうですかっていう。そうそうそう。986。あとは、馬鹿。本当に。本当馬鹿。マジで。そうそうそう。いかにもダート向きで顔つきも含めて雰囲気もいい。戦後予防したい。なるほどね。戦後と。戦後。顔つきってのはちょっと俺、わかんないけど。あ、そういうことか。今日のキャプテントゥーネ見てる、これ。あ、スウェプトか、これ。スウェプトオーバーボード。いいね。ちょっと早いとこ行けそう。1005と。まあ、スウェプトね。まあ、プロミスも思い出しますねっていうね。そうそうそう。あとは、1212、明日ビグラスで。本当にもう、そう高いんだよな、それ。そう高くないみたいな、これ。1212と。これね。どうよ。あー、わかるわ。さっき言った通りな、これが。ちょっと短足で、もう胴がもうパーンみたいな。これ。これがやっぱりビグラスの一番いいところ。いいと思う、いいと思う。まだちょっとね、お値段がね、するんじゃないかしらみたいな、これ。そうそうそう。1046。そのうちなんか全部いきそうだな、みたいなね。そう。俺は待ってぜか、コパ落としてたね、そういえば。コパ落としてた。そう、ちょっとね、それがどう出るかみたいな、これ。1046と。これマジで飯田先生全部渡すからね、これね。1043。1043。これね。ピュッ。ちょっとスッキリしてるけどね。ワイルドラッシュ。これさっき出たね、これね。1043。ここにあるね、これね。そうそうそう。兄弟の落札価格を見ても待つの。本当になんかね、全般的に値段上がってるけどね、これね。そうそう。ちっちゃい血統の知識すごい。いや、最近頑張って勉強した。最近頑張って、まあ、ちょっと本とか買えないんで、インターネットとかでめっちゃ検索して、覚えてますっていう、そうそう、1015買って盛岡、なんで盛岡やねんって、だから、なんで盛岡限定やねんみたいな、1015、東方エンペラー、なるほどな、そっち系か、東方エンペラー、まあ、東北ケット、なるほど、ああ、似てる似てる、似てる似てるねって、まあ、東北の血統ですね、みたいな。名声オペラがこれ、ハーチに入ってるみたいな。なかなか、まあ、好きな人は好きなんだろうけどね、みたいなね、これ。そうそうそう。まあ、一応いいとこか、一応。東北、まあ、園田で走らせますけどね、これね。1015。そうそうそう。986、989ね、989。989。989は名称ボーラーかー。まあ、ちょっとジャパンを思い出すね、みたいな。でも、バタは全然ありね、これね。そうそうそう。989。1055、血統も当たりましたそう。まあ、そういうの高いんだけどね。1055、アグネスデジタル。これさっき見なかったっけこれ。見てないか。アグネスデジタルは、ボケに、なんだっけ。なんか、ラグビーボールが入ってるといいっていうよね。そうそうそう。コマインラインチーフか。コマチンですねっていう。断軸の 3×4。どうなんだろう。まあ、どうだろうな。まあ、それはね、ちょっとね、もうあんま深いところまではね、ちょっと一夜漬けなんで分かんないんだけどっていう、そうそうそう、10、1055と、よしよしよし、114、1148と、ゴールドヘイローね、これもゴールドヘイローか、これちょっとバタ、写真がないんでね、最終日は。この辺が結構盲点になる可能性はあるけどね、そうそうそう、ホワイトマズルと、この辺はちょっと、なぜっていうところをぜひね、言っていただけると、ちょっとありがた山みたいなね、そうそうそう、48と、それから、1042ね。これなんか全部乗りそうなんだ。大丈夫かなこれ、1042。そろそろなんかね、できてもいいかなと思ってんだけど、そうそうそう。馬体ドンと。なるほどね。悪くない。ハイヤーゲーム。ハイヤーゲームがどうなのっていうところがね、その辺ちょっと裏付け、できれば取ってほしいなっていう。そうそうそう。どんだっけ、クリエはね、やっぱりね、見栄えするんだよね、やっぱり。
おみあ、ちょっとなんか、一回切断されてるけど、これね、お見栄えするんだよねっていう、そうそうそう、ずっとスクリーンヒーロー推しの人いたけど、1043が3年の中で軽くて融通きくカフェ入ってるし、やや思うワイドらしさと、ある程度はし、1043押すね、これ。おちょっとこれ、詳細見てみようか、じゃあこれ、もう一回。これ、ちょうど1個下だわ。おまあね、ちょっと待って、速尺見ていい、速尺。おう、1042。1043か。うん、1043、速尺。ちょっと小さいなぁ。これ難しいかな、速尺測り間違いとしてもね、150センチで165しかないから、ちょっと多分馬体重400ないよ、これ。おお、これ400ないわ。ちょっと厳しいと思う、これは。おお、そうそうそう。で、ちょっと切れました。ごめんなさいっていうね、これ。そうそうそう。1163、ティンパーカントリー。うん、1163ね。うん。まあ、ティンパーは883でがね、やっぱとりあえずニックスですねっていう、そうそうそう、多いね、ダートっぽくて、これ、お腹袋も大きくてっていう、そうそうそう、まあ、つなぎもそんな立ちすぎずっていう感じだし、ね、首の付き方もいいしっていう、ちょっとちっちゃくないかなっていう心配あるけどね、そうそうそう、1163と、そうそう、994、ニジンスキーは好きだ。ニジンスキーはね、やっぱね、もうもちろん物にもよるんだけどね、乳にもよるんだけど、入ってた方がいいみたいな、アドマイオーラか。おちょっと逆光みたいな、これね。逆光みたいな、これ。うん、そうそうそう。うん、994。うん、994と。うん、タキオン、カーリアンが入ってるから、ここでニジンスキーか。うん、ニジンスキーのインブリードも入ってると。なるほどね。こっちの方かな？うん、こっちの方が。あ、コマライチーフなんか入ってたよ、確かね。うん、そうそうそう。で、そこで、まあ、ニジンスキーの黒さよねって。これ結構でかいと思うけどね。うん。ただ、まあ、馬体の方がね、馬格があるかなっていう、そうそうそう。なんて、いや、もうね、飯田先生が、もうお友達に相談して、できるだけ、たくさん、あげてくださいっていう、そうそう、セリの配信は、いや、セリの配信はしないんだけど、セリの、動画撮ってくれた、ちょめちょめさん、ちょいちょいしたんだっけ、そうそう、撮ってくれた動画は、まとめてみます、まとめて。うん。ただ、今日は、ちょっと時間的に、その検討に使いたいんで、それはちゃんとまとめて見させていただくっていうね。そうそう。まあ、ちなみに、ちょっと今回は触れられないけど、明日一応午後走るんで、皆さんね、午後走りますから、はい。よかったら応援してくださいっていう。そうそうそう。で、ここからの、ラグすごい、ラグすごめんねっていうね。そうそうそう。1004、1004。1004さっきなかったっけ、これ。1004。うん。エンパイメーカーね、エンパイメーカー。エンパイメーカーはね、全般的にでかい。お大物ダートが出そうな感じがする。そうそうそう。おうこれね。おう1004と。この中で金銭的に買えそうなのが多い。まあね、金銭的にはね、わかんない。出たとこ勝負な感じ。そうそう。1064ティンパー。1064ティンパー。64。これさっき見たっけ？ピュ。出てないか。おああ、何これ、黒影かな、珍しいっていうね、そうそうそう。太鼓160、ちょっと古いかな、血統的には体が強い。ティンパー古い方がいいよっていうね、これ。サンデーが入ってたな、多いんだけどねっていう。コロニア、なんだこれ、ちょっと。コロニア、あ、ティンパーか、ティンパーまた別か。うん、忘れたみたいなね、これ。フレンチリピティか。フレンチリピティはサンデーがいいっていう。そうそうそう。コロニア、聞いたことないな、これ。うん、スワップ、リボー、レーザーネイティブ、この辺のクロス入ってますねって、結構重めだねみたいなね。そうそうそう。馬体は、まあ、ダトっぽいかなっていう、感じはしてるよねっていう。そうそうそう。書いたっけ？書いてないか。ちょっと待ってよ。1064と。1123、1123、3区が難関と園田で結果を出していて、馬体血統、強、キャッター強とも魅力十分。おう、1123。うん。1123。おう、馬格あるってこと？これ。おう、アグネス・テイザーか。いいね。おう、なるほど。ああ、ありそうなんだけどな。実際対抗がちょっと出てるの出てないのといろいろあるからね、これ。そうそうそう。1123。おう、こんだけ私は笹に出せず怒るかな、これ。そうそう。5万刻みで入札しているのを絶対、まあ、そもそも違った。ちなみに1万刻みも違いますってことだよね、これ。そうそうそう。1218。あ、母の兄弟は名勝負。なるほどね。母の兄弟が名勝負だと。そこ逆に狙えるかな、みたいなね。ネオユニカ、これは高いぞ。これは高い。台付けの時点でちょっとあかんって言ったらね、それちょっと省かさせていただくんですけどっていう。そうそうそう。1218ね。そうそうそう。55。いや、まあ、55はちょっとごめん。今回はちょっと、新品の方に集中させてくれっていうね、これ。そうそう。一周悪く。まあ、最近、ちょっと大人びてきましたっていう、橋本先生が言ってるんで、そこは、結果は大いに期待できるけどね。うん。
ただ今回はちょっと新品に行かせてくれっていう、そうそう、走るよ、だから明日普通に2歳戦で走るんで、軽く応援してください。はい。まあ、5号は3歳から本格化するんで、今は、ウォーミングアップ中って思ってもらったらいいっていう、そうそう、明日セール動画をメインにしますので、5号の動画は運が良ければという感じで、まあ、運が良ければぜひお願いしますってね、ちょっと、まあ、記録が、過去の記録がね、どんどんこう消えていくっていうのが、ちょっと写真含めてあるんで、よろしければ、積み上げ形式でお願いしますっていうね、そうそうそう、動画職人復活したのか、前とは別に、方どうなのかな、わかんないけど、すごくね、今度は Google の方に、どんどん入れてくれてますって、ありがとうっていうね、そうそう、ざっと見てこんなもんなら正直生産、まあ、十分、ありがとう、本当に。こんなにやれば飯田先生もね、喜ぶだろうっていうね、そうそう。で、俺の多分エンパイアメーカーがここに、まあ、2頭ぐらい入ってっていう、で、いいと思う。午前中多分ね、がっつり行ってくれるから、そうそうそう。スクリーンヒル押したけど、1043はつなぎの癖があるけど、それ以外言って、良い成長力はありそうなんだけど、ギャンブルできないんだったら回避はしょうがないから。いや、そもそもなんだけど、スクリーンヒルってダートいけんの？な、そこは俺、すごくね、心配だったんだけど、マジで、スクリーンをしたけど、ただ、1043はつなぎ力癖がある。これ、つなぎ力、ちょっと立ってるね。ちょっと立ってるね、これ。そこちょっと疲れが溜まりそうなんで、飯田先生、そこすごい気にするからね。だそこはちょっと、もしかしたらっていう、そうそうそう、リスナーが上げてくれた馬、全然好みじゃないのもいるし、難しいね、みんながいいっていう馬は高いで、そういうことだね、まずは。だからそこは、やっぱお値段がっていうね、そうそうそう、多すぎて飯田先生に、いや、飯田先生は、ほんと真剣見てくれるから、マジで。だからこそね、やろと言った馬はほぼ、高額馬ばっかりになっちゃうっていうね、そういう悲しみもあるんだけどね、そうそうそう、1135イケメンに選ばれてもみたいな、これ。でも、面構え大事だけどね。そうそうそう。ワミヤか。イケメン、まあ確かに髪が長いけどねっていう、そうそうそう。まあちょっとこれね、刺さってる感じあるけども、で、まあちょっと詰まってる感じもあるけどねっていう。バーミヤンね、一個ね、俺もいいのあったんだけどな。別のバーミヤンだけど、なぜか俺がいいと思ったのが一個も上がってこないっていうのがね、ちょっと残念なんだけどね。そうそうそう。被らなかった君たちはっていう、そうそうそう。55は今が、まあ、55は、もちろんね、3歳になってから本格化するんで、そこはちょっと待って、ちょっとね、これもなんか、マスクが破れてしまったってことで、ちょっとね、ポロリがあるよみたいな、そうそうそう、スクリーンヒルはグラスワンダーの血がダート適性あるかどうかだよね。まあそう、だから、またね、芝馬買ってしまったら、ちょっともう何も、どうにもならないんで、そこはちょっと、考えてやらなきゃな、みたいなね、そうそうそう、結局待つのが選んで死ぬと、どういうことやんだから、いや、飯田先生にこの中からもちろんね、馬体で絞り込んでもらって、最後に俺がなんか、まあ、秘伝のタレみたいな感じで、最後、決闘で、まあ、絞り込むっていうパターンだと思うけどね、そうそうそう、明日無理に落札する必要っていうものもね、いや、飯田先生を手ぶらで返すわけにいかないだろうっていう、それマジで。こんだけ頑張ってくれたのにっていう。もちろんね、オータムっていう線がないわけではない。だから、もう、とりあえずこれでみたいな、余ってこれでっていうのはないけども、まあ、徐々にね、やっぱり馬は減っていくから、その辺はちょっと考えなきゃなっていう、そうそうそう、明日無理に落札する必要って、そもそも冷静に考えておけって、今読んだみたいなね、そうそうそう。で、ちょっと俺のやつ、じゃあこれ言っていい？これ。1084か、これ、あったっけな、これ。ちょっとなんか、マスカットするの怖いんだけど、これ。ちょっと待ってよ。1084。これかな？ちょっと俺のも見てみたいな。これ、馬角はね、ちゃんと速尺であったと思う。まずね、こんな感じ。まあ、ちょっと下に立ってるかなっていうのはあるけども。これのポイントはやっぱね、決闘よ。まあ、ファスリフがいいらしいと。あと、値段はね、適当に安いって言われたんだけど、それはあんまり安くなかった、今日見る限りは。で、ファスリーフは、やっぱこのね、なんかに、これだとね、わかりづらいんだけど、このプリンセスワルツで検索したらいいかな、これ。ちょっとマスクの紐がないみたいな、これ。そうそうそう。松の欲しいものはどうせ高い。いや、高いからっていうのはちょっと言われてしまうともう悲しいんだけど、そこは。芝っぽいのとスプリンターっぽいのは危ない。まあそうだね。もう距離持たないで、もう本当苦しむのは嫌なんで、そこは、マジで。そこだけちょっと勘弁みたいな。そうそうそう。ちょっとフリーフ変えろ。いや、そう。特にこれも買いっていうのがあれば、ちょっと言ってもらえればっていう感じなんだけど、そうそうそう。ちなみに、俺推しのそのファスエフの、このプリンセスワルツなんだけど、なんだよ、これマジで。ちょっと、やばい、バンになる。危ねえ、これちょっと。バンになるだろ、みたいな、これ。プリンセスワルツのネット競馬で見ようか。危ない。完全にバン対象でした、みたいなね、これ。そうそうそう。プリンセスワルツ、ネット競馬。これ。ちょっと、決闘見てみよう、決闘。からの、928は1000万超えても競り落としてほしい。まあ1000万、いや、JRA はね、無限に、
競ってくるんで、もう2000万でも多分競ってくるっていう、そうそうそう、とにかく大きい馬、そういうこと、そこはね、もうガチであると思う、そうそうそう、これかな、これかな、これじゃん、プリンセスワルツ、複数いるか、複数いるか、これ、ブライアンズタイムだっけ、これ、あ、ブライアンズタイムか、合ってるか、そうそう。まあ、ブラインタイム入ったら、まずは安心みたいな感じあるよね。で、あとは、そこになんと、ニジンスキー入ってますみたいな、これ。これか。これ合ってるかな、これ。これね、ニジンスキー。それが結構ファーストセーフに一番合うんじゃないかなっていうのがあって、で、2013、これだよね、血統。これ相当いいと思うみたいな。そうそう、ダートいけるよ。昨日、北海道競馬の2歳重賞で3着だった子は、地方で普通に走ってるよ。これは、スクリーンヒーローか。まあ、ボケもあると思う、確か、ボケ。ボケもどういう、歯型かっていうのも、やっぱダート出るか出ないかみたいな。そうそうそう。で、これでいくと、なんだっけな、ニジンスキーのね、結局、ニアリークロスみたいなのが入るんだよね、この辺で。どっかで。どこだっけ？どこだっけ？ちょっと忘れたけど、これ。どっかで入るんだよ、どっかで。そうそうそう。なんで、それがちょっといいみたいな感じの話をしてたと思う、確か。そうそうそう。ちょっとクロスを、ここない。これのこと？ちょっと濃いけどね。ちょっと濃いめみたいな。そうそうそう。だからそこは、ちっちゃい体になってないかっていうのはちゃんと見なきゃいけないっていう。そうそう。350万くらいなのか。ギリそこ。できれば3、やっぱり200万台で、300以下で行きたいけど、もうどうしてもって言われたら、もうその、なんか50とかはちょっと看板、黄色か赤か、どっかから探してくるみたいな。そうそうそう。速尺は乗ってないんだよ、これ。1084とかって。ついでに言うと1186も多分乗ってないでしょ、これ。1186。もう一回ファスリーフ何がいいかっていうのを一回調べるけど、これ1186乗ってないんだよ。そこがむしろ盲点みたいな。だからその飯田先生にもう実馬を見てもらって、もういけるかどうかっていうのを判断してもらうっていう。それでいこうかなと思ってる。そうそうそう。いや、ファセブね、意外とファセブで今なんかめっちゃ走ってる馬いるよね。多いで。1回しか2着取ったことない。あと全部1着みたいな。そうそうそう。しんちゃん、目が本気に決まってるだろ、マジで。だって、これ走らなかったら俺死んじゃうからね、マジで。終わりだからもう全て終了みたいな。人生かかってるんだよね、これ。そうそうそう。線、切り番でいい。切り番でいいからって、そういうので選ばれても困るんだけど、これ。ベイカバドか。ベイカバドなんかね、芝なんじゃないかな、これ。まあ、一応見とくけどね、一応。まあ、線ってことで。そうそうそう。なんか芝っぽいっていう。そうそうそう。0721。オナニーかみたいな。オナニーかみたいなね。まあ、それちょっともう今日はありませんみたいなね。そうそうそう。なんで、その辺がちょっと、ファスリーフは、気になって、飯田先生もファスリーフ好きですって言ってた。そうそうそう。だからそこは結構、合ってるかなみたいな。で、もう一頭のファスリーフ、こっちね。だここはもう、やっぱりちゃんと見てもらおうかなとは思ってる。そうそうそう。あとはどれに誘うかも、飯田先生やっぱりちゃんとね、実も見てもらってって感じなんだけど、これも、そうか、ロベルトだ。ロベルトが入るといいんだっけ、ファスリーフは。そうかそうか。リアル車台とか、さっきブライアンズタイムみたいなロベルトが入ってると、割とこう、ちゃんと走るみたいな。そうそうそう。だニンスキーはまあ、おまけみたいな感じかな。そうそう。行く行く。その番号ないからみたいな。そうそう。これは変えずにオータムセレキ。いや、だから、その可能性は否定できないけど、ただ、やっぱ、いい馬を買いたいなっていうのはあるから、そこはちょっと、ちゃんと、飯田先生に見てもらって、納得このしか入札しないみたいな。そうそう。シニミア中央でもダートの成績が非常に、そうだよね。シニミにこそね、やっぱりブランズタイムがボケに入ってるといいと思うから、さっき言ってた、なんだっけ、グラスワンダーだっけ、前のトップガンだっけ、があるっていうのはすごくいいと思う。だそこはね、ちょっと、血統的には OK と。あとは馬格だね、馬格が欲しいっていう、そうそうそう。何回聞いたセリフ走らなかったり、死んじゃうよ、だってこれもう、常識に考えたってもうこれ4投目だから、マジで。もう無理だよ、もう無理。マジで。いや、今年は5-5は、とりあえず月に走ってたら、手当、まあ、要は2歳の手当って高いから、ただそこはなんとかね、なんとかなるんだよ。ただこれが3歳になっていくと、もう手当がぐーって下がってくるから、そうなると今度は、次の馬が、もう走らなかったら、もうただの死亡みたいな。そうそう。だからそのままにしてても死亡なんだよ。だから、買って入れなきゃもっと死亡みたいな。そうそうそう。1186は血統裏付けあるね。近親がマーチステークス買って。あ、そうなの？マジで1186は俺か。そうそうそう。だこの、リアル車台でロベルト入ってるところが、このファステーフにとってはポイント。まあ、エリシオでこの辺も、まあ、ヨーロッパ血統だっけ。まあ、これどう出るかわからないけど、まあ、でもスペシャルが多分絡んでんだよね、この辺。そうそうそう。だよね、ファステーフは。いや、ファス、だからね、もう、なんか、
なんか自称か、僕はあの関係者なんですけど、ファスセーフいいですよっていう情報が入ったんだけど、おただ、安いですよっていう情報は間違ったみたいな、普通に高かったみたいな、そうそう、118の声、さそうだな、サウスの兄が結果出してるし、マジか、マジか、おサウスの兄だったらヌレイフでも結果出るでしょみたいな、ね、同じスペシャル3区ですよって、これ、おスペシャルっていうのは、ノーザンダンサーとの組み合わせで、サードラーとか、ヌレイフとか出してるから、うん、だそしたら、いけるよねみたいな、これ。そうそうを飯田先生の滞在費とかは先生の、まあ、自腹ですね。それはもう言わないで、本当に。うん、そこはもう本当に、本当は、もう俺が全部やるべきなんだけど、もう本当ごめんなさいみたいな。だからこそ、手ぶらで返すわけにいかないんだよ、これ。飯田先生がいいというふうに言ってくれたままを、もう本当に、わかりました、もう、どうぞみたいな感じで、その持って帰ってもらうしかないだろうっていうね、これ。そう、手当て、目当てに走ってる。いや、そうじゃないけども。賞金も欲しいけども、だって走れないんだもん、仕方ないじゃないみたいな。ただ、5号は兄弟ともに3歳になってからみんな走ってるから、そこはちょっと我慢の時だと今は思ってる。うん。マジで。だから、とりあえず明日はまあ予行練習みたいな感じで、ちょっとずつでも前進すればいいよねっていう。そうそうそう。というか、サマーセールだと育成費用も負担する。そうそうそう。だから、デビューまでの1年間は、ただただ餌代を払うだけだよ。だから、プラス100万から200万ぐらいかかる。うん、そうそうそう。そろそろまとめましょうか。はい。ということで、まあ、これ、あげてもらった馬を、明日、飯田先生に、渡しますとね。これもご協力ありがとうございましたと。で、まあ、俺もとりあえず、この後、もう一回調べ直して、で、さらに、もうちょっと、なんか追加できないかというのも見つつ、ちょっと、精査します。はい。で、それを飯田先生に渡して、で、そこから飯田先生が、じゃあ、これでいきましょうっていうのを、順番もあるからね。うん、作戦を練りながら、じゃあ、どういこうかと。あとは、もう、運に任せるだけだよ。うん。天に運を任せるだけ。もうさすがにこれはね、JRA が競ってきたらもう無理だし、そうそうそう、井田先生って松野の整理しか担当してない。いや、わかんないけどね、それは。なんか、ずっと花の話しっぱなしじゃないから、もちろん井田先生ね、やっぱり優秀なんで、いろんな人からお願いされてる可能性は高いよねっていう、そうそう、もう井田の先生の独断でもいいと思ったまが、まあ、それで、ね、今日キャプテントゥーレ、の馬を行きそうになった、これ。ちょっと見てみようか。今日、ちょっと待ってよ、これ、キャプテントゥーレ。これでもね、結局、長男先生が確か持ってたんだけど、キャプテントゥーレ、これかな？これかな？あ、違うな。写真がない。これかな？ピュ。違う。キャプテントゥーレ意外とあるね、これね。これかな？あ、これだ、これは。これ。長男先生が、多分長男先生だと思うけどね、これね。持ってっちゃったねっていう。そうそうそう、これ。真っ白。相当いいらしい。まあ、俺見てもね、全くわかんない。まあ、確かに。ただ、結局、成長力のところで、気候よりもこれ、友の方が立ってるから、もっと大きくなるよねっていう、そういうポイント。で、もうすでに今の時点でも、馬格があるっていう、速尺大きいっていう、そういうことだと思う。これ。ちょっと顔が見えないけどね。顔もね、なんかキャプテントゥーレニのなんか、まあ、優しそうな顔してるんだけど、そうそうそう。どうせ松野が狙う馬、高くて無理だ。だから、そこはわかんない。ファスティフ安いって言ってたんだけどな、でも。ファスリーフ安いっていう話だったんだけど、全然高いよみたいな、これ。そうそうそう。言い出し1000万超えそうなんだけど、一応落札、あかんがな、それ。飽きませんっていうね、それ。そうそうそう。ファスリーフにエリシオなんて買ったら重すぎて下手したら、マジでそうなの？でも、ロベルトが入ってると、もうなお重くなっちゃうんだけど、そうするとね。あっちゃダメかな、でも。でも、いや、いけると思うんだけどな、でも、いけると思う。スペシャルが効いてくるみたいな。そういうのありませんかみたいな。そうそう。悪くないね。これ、まあ、これはもう、落札されちゃったんだけどね。そうそう。写真見栄えはしない。あ、そうか。でも、その、まあ、体格っていう、その形としては、すごくいいみたいな。何回も飯田先生がすごくいいですっていう。俺がまあキャプテントゥーレに興味示せなかったら、すごくいいですみたいな。じゃあ一応入札してみましょうかって、手を挙げる間もなく500万まで来てしまったみたいなね。そうそうそう。足毛は、そう、足毛はね、まあ、良さがね、見づらいっていうよね、よくね。だからそれはちょっと俺もわかんない。まあ、皮膚の感じとかも全然わかんないからね、これね。そうそうそう。ね、足がちょっとわかりづらいですねっていう。ただまあ、確かに、友がこうね、高いから、まあこれ気候が伸びてきたらもっと大きくなるよねっていうのは、まあ誰の目にもわかりますよねっていう。そうそうそう。っていうことで、まあちょっと戻るんだけど、まあちょっとなぁ、ほんと落札したい、マジで。落札したい。なんとかしても、持ってこないと、もう飯田先生に申し訳は立たないっていうね、これ。飯田氏、やっべ、1200万で落札してた。それはね、飯田先生、完全にお引き取りいただけますか、それ。そのまま持って帰ってもらいます、みたいなね。俺は、200万だったらそれ譲り受けますけど、みたいな。そうそうそう。なので、まあ、
そこはもちろん飯田先生と事前にこれぐらいでいきましょうかみたいな話はするんだけど、まあちょっとね、やっぱり値段がこれ本当サマーセールみたいなトレーニングセールじゃありませんかっていうぐらいこう値が張ってる。あとは傾向としてはもう上がるまはめっちゃ上がる、値段がね。でつかないままはもう誰も買わない、もうあと100万とか50万とかでしか売れないみたいな、一声で終わりみたいな。そうそうそう、まずの史上最高のお値段。いやもうだからそれはもうね、300万以上はちょっとみたいな、リスクが高いからねみたいな、これ。そうそうそう、もっとお金があれば先生に全部お任せ、まあ本当ね、そこは2、3等お願いしますみたいな感じで言えるんだけど、今は無理、だからそのスタートラインに立つためにもうここでね外すことなく当てたいんだよ。でやっぱサマーセールはこうやってボス多いから、どんどんやっぱりその要はなんか売れ残りがもうオータムね、トレーニングって残っていくわけだから、そう考えるともうなんとかこの辺で、落として、まあ、井田先生も安心してもらって喜んでもらってね、行きたいなと思ってるんだけどな、これ。そうそうそう、なのでまあちょっとね、今日は皆さんにこんだけあげてもらいましたんでね、これをまあ、なんとか明日井田先生に託したいんだけど、マジで俺だからそのね、ちょっとまあ情報もあったらファスティエフ、というか量血がことごとく高いんだよ、やっぱり。もう分かりやすいんだけどね、高いから、まあ、ファスティエフぐらいからちょっとこう狙ってみてもいいんじゃないかなっていうところは思ってたみたいな。そう、明日のために早く寝ました。まあ俺この後もまたちょっとね整理整頓っていう感じで、まあ皆さんいただいた馬をね一頭一頭見ていくんで、ちょっとまだ寝ないんだけど、もう本当に明日最後なんで、本当にみんな頑張ろうっていうことで、そうそう、掘り出し物っていうのはそういう値段がつかないところに眠っているんだな、本来はそういう馬を探すのが調教師の仕事でもあるっていうね、なかなかいい言葉をいただきましたってことで、はい、エンディング流します。ということで今日はね、ご協力ありがとうございました。たくさんね、いい候補を挙げてもらったんで、こちらを、ま、あの、飯田先生にほぼそのまま渡して、これだからね、まあ、一番いい馬格の馬を、まあ、取れたらなと思います。まあ、もちろんね、一番いいのはなかなかやっぱ高いんで、難しいとは思うんだけども、できるだけ、まあ、手の届くところがあれば、そこで行って、なんとかね、ちょっと持って帰ってこようと思います、馬を、一頭。せっかくね、飯田先生にも頑張ってもらって、まあ、みんなもこうやって見てもらったんで、まあちょっといいとこ見せたいなと。明日も配信しますよ。明日もね、まあできれば、まあ購入報告会と、購入祝勝会と、行きたいんだけども、まあそればっかりはね、本当に、まあ、もちろんね、金の部分もある。でも、まあ大いにね、今日思った。いや、運もあるわ。もう JRA にせられたらもうその時点で無理だから、コパも無理だから、なので、まあ運もある。だからそこの辺を、まあ、かいくぐって、なんとか、まあご縁だね、これも。縁のある子馬に参えたらいいなと思ってます。はい、いうことでね。